キン・ユルゲンソンは20世紀初期にロシア最大だったクラシック音楽の楽譜出版社。1861年に最初の携帯が設立されたユルゲンソン社は、その後1918年に他のロシアの音楽出版社と共に国が運営する音楽出版独占会社に吸収された時代を経て、下記の4つの時代の後ろの3つを生き延びてきた。 エストニア生まれのピョートル・イバノビチ・ユルゲンソンが、ピー・ユルゲンソンを設立したのは1861年のことで、その陰には、ピアニスト、指揮者、モスクワ音楽院設立者で、アントン・ルビンシュテインを兄に持つニコライ・ルビンシュテインの助言があった。ピョートル・ユルゲンソンが死去すると、彼の息子のボリス・ペトロビチ・ユルゲンソンとグリゴリー・ペトロビチ・ユルゲンソンが会社を引き継ぎ、 ボリスが新社長に就任した。1861年から1918年までは、ユルゲンソン社は私的に運営されていたロシアの会社であった。1868年に最初の作品を出版したのを皮切りに、ユルゲンソン社はほぼすべてのチャイコフスキー作品の出版を手掛けた。チャイコフスキーのキャリア初期には、ユルゲンソン社は彼を炎上すべく他の作曲家の作品の ピアノ編曲、還元楽編曲、解釈などの移植を行った。財政的なリスクを背負ってまで、チャイコフスキー作品の出版に熱意を示した、ユルゲンソン社は、チャイコフスキーの忠誠を獲得する。1870年以降のチャイコフスキー作品で、V、ベサル &CO や、ニコライ・ベルナールといった他の出版社から出されたものは、わずかしかない。 ユルゲンソン社は1880年までにチャイコフスキーの楽曲に関しては世界的な独占販売権を獲得している。協調関係によりユルゲンソンとチャイコフスキーの間には多数の書簡のやりとりが交わされておりチャイコフスキーの創作活動を研究する音楽学者にとって重要な資料となっている。1918年の憲法制定を機にユルゲンソン社は 他のすべての音楽出版社と同様に共産主義政権によって国有化され国家出版社の一部門となった。同年、ボリス・ペトロビチが国家出版社の責任者に就任する。音楽部門は1930年に国家音楽出版社と解消され短く無責図と呼ばれた。その後1964年にはムジカ、またはムジカと呼ばれるようになった。 ソビエト連邦の崩壊以後、ムジカを含む国有企業は新たに強いられるようになった、切り詰められた予算にあえでいた。ムジカは複数の地域における実質的な独占状態と主導的立場を失ってしまう。2006年にロシア連邦の所有となるものの、政府は年内の民営化を計画していた。ムジカの再建戦略は、 教育的書籍に集中して実行されることになった。2004年、ムジカの代行取締役であったマーク A、ジルバー・アクイトが、新たに結成された P ・ユルゲンソン音楽出版社を、ロシアの企業として登録する動きを取りまとめた。この時、創業者のひ孫であり、ユルゲンソン事前基金の代表であった、ボリス・ユルゲンソンが力添えを行った。新生ユルゲンソンは、 元のユルゲンソンが有していたムジカの資産を継承してない注釈出典。ありがとうございます。